皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月17日、18時34分、スポーツ界や、テレビ出演者の方たち、政治家の方たちも僕は心の声などで、エネルギーの残存の問題って言わなかったら言う内容全然変わってきています。でこれが何を意味するのかは全くわからないんですけども。まず、マスコミの人たちの方で、まあ僕はテレビを見ると言ったら NHK のニュースウォッチ9や、報道ステーション関係、ごくたまにワールドビジネスサテライトなどなんですけども、確か政府のどこかのホームページで、その災害情報に関して、正式なものを閲覧できるところがあったと思うんですよ。で、多分熊本の地震も本当は2回も発生していないのでは、新潟県に関しても。まあ、新潟県に関しては2010年までに2回発生していることになってるんですけど、だから、なぜこんなことになってるのかが僕には全然もう全く理解ができないのと、精神的に、まあ、今日も火曜日で休みの日としてるからもう、その裁判員関係のこととか取り組んだりもしないでおこうっていうような形で、言いたいこと言おうと思って、先ほどもスポーツ界の人たちに、まあ敬語の方がいいっていうこと、例えば阪神タイガースの近本選手に関して、彼が敬語じゃないところってまず見たことないんですよ。で、そういう選手の方がやっぱり打率いいんですよ。で、大山選手は、無口な方のタイプなんですけども、それはそれで返事してないじゃないですか。だからまあ、打率見ただけで分かると思うんですけども、その辺のところで、まあ、他のスポーツも多分全部そうだと思いますよ。基本的に僕からの心の声に関して敬語の方がいいと思います。で、あと一般の社会も多分そうなのかもしれないです。その人の動き云々とか、例えば、まあ、これぐらいにしておきます、それから先あんまり説明してもちょっと言うことなくなってもどうかなという部分はありますので、まあ、エネルギーの残存の問題に関して毎回僕は心の声で伝えなければならないっていうことだったら、僕はホームページ作った意味なくなりますから、立憲民主党、自民党の人たちだけじゃなくて、立憲民主党の人たちも言ってることを変わったりします。僕が、まあ、ついついその大学もいらないっていう話を、もうあんまりいらないっていう、その少子化はずっと進んでますから、で、もっと大きな要因は、窓口の人になっちゃうんですよ。やっぱり、その仕事の、ことだけの人になってしまうから、だからエネルギーの残存の問題を全面的にテレビで放送をずっとし続けるしかないの答えになります。それはもう、請願法の陳情、どの党が、政権を取ったとしても、誰が総理になったとしても、どの党の人が総理になったとしても、まあそういうことで、今回動画、撮影させていただきました。あとはまあ河川水門開始玉発電とか、誰も相談する相手いませんから、これまあ、昨日の、楽天の試合でも、まあ、楽天の選手が、払うっていうようなことも言ってくれてたんですけども、まあ、お金のことだと思うんですけども、まあ、1回目の優勝には関わってるのはまず間違いないことであって、以前はその文章をホームページに掲載していましたが、現在消しています。で、その内容は復元することができません。それと僕の方では、それとあとコンビニストアで裁判所へ提出する書類なんですけども、プリントアウトしたときに文字変えられます。一つや二つじゃないです。かなりの量です。あとからそれ見てからも、どう対応したらいいのかっていうところです。だからそれは、良くない雑誌とかを置かれてるから、そういうふうな形になってる可能性があって、その辺のところも政府、
や、報道機関、まあ、もともと政府関係者の人たちとかもテレビに出たりしてるのは知ってますが、まあ、そういう人たちでしっかりと応対をしていただけたらなと思います。一応この間の9月5日の法廷の時に裁判所の裁判官の人には心の声の方か頭の中で考えた内容が伝わって明日行きますっていうことを言ってるんですけども、その時に考えたのがセブンイレブンのことであって、よくない雑誌がまた置かれてると、エロ業界側ので、まあ、中身まで見てないので何とも言えないんですけども、数の増え方とか、まあ、大体外から見たところ一瞬だけですよ。あんまり長い間見てもなんかもうそういう関係の人が出てくるの嫌ですから、あとはその法廷が終わった後、切手代、もう持ってる切手だけでも全部払っておこうということで、持ってる切手全部渡しに行ったりとかしたんですけども、その時に、まあそのコンビニエンスストアの件は言いました、伝えました。以上です。